江本薫は、茨城県稲敷市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。中学生時代には、トリデリトルシニアに所属していた。霞ヶ浦高等学校への進学後は、一年次から、中堅手として、レギュラーの座を確保。二年生の夏には、チーム史上初めて選手権全国大会への出場を、果たすと、代打として一打席ながら、阪神甲子園球場の打席に立った。 4番、中堅守として臨んだ3年夏の選手権、茨城大会では、準決勝で、細川茂谷を擁する、秋日で日立に敗れた。リトルシニア、高校時代のチームメイトに一歳年上の綾部翔、高校での一学年後輩に、遠藤敦氏がいる。高校時代には、対外試合で主に外野手として起用されるとともに、通算で25本塁打を記録。 三年夏の選手権大会終了後には、外野手として、日本学生野球協会に、プロ志望届を提出していた。しかし、遠投で120メートルの距離を投げられるほど強い、地形の持ち主でもあることから、大谷翔平のような二刀流での試合出場を視野に、オリックス・バファローズが投手として獲得することを検討。実際に、2016年の NPB ドラフト会議9巡目で、 投手として指名された末に、契約金1000万円、年俸450万円という条件で入団した。担当スカウトは、牧田正吾で、背番号は59。根本と同じ茨城県の高校出身の投手で、牧田が入団交渉を担当した塚原翔平がこの年までつけていた背番号を、牧田の強い意向で引き継いだ。2017年には、 前述した球団の方針で投手として登録されていたが、春季キャンプ前の合同自主トレーニングから野手としての練習も始めた。7月21日には、広島東洋カープとのウエスタンリーグ公式戦で、ダイソーとして実戦にデビュー。公式戦全体では、14試合で外野を守り、打率262を記録した。投手として、実戦で登板する機会がなかったため、 シーズン終了後には、翌年から外野手として登録することを球団が決定。フェニックスリーグからは外野手として実践経験を積んだ。同リーグ終了後の2017アジアウィンターベースボールリーグには NPB ウエスタン選抜チームへの参加を予定していたチームメイトの総ユーマが左肩の負傷で参加を辞退したことから代替選手として 同チームに急遽参加した。2018年には登録ポジションを投手から外野手へ変更。ウエスタンリーグ公式戦では75試合の出場で日本塁打を放ったものの打率は169に低迷した。2019年にはウエスタンリーグ公式戦で全117試合に出場。打率を229にまで持ち直したが、 本類打を一本も放てなかった。2020年11月4日、戦力外通告。高い身体能力を誇り、強犬と50メートルで5秒8を計測した瞬速が魅力。愛称は、カオルちゃん。ありがとうございます。